内山栄一は、日本の政治家。東京都台東区長、台東区議会議員、東京都議会議員を歴任した。埼玉県出身。1935年、厚生大学経済学部卒業。その後税理士事務所を開く。1951年から台東区議会議員を4期務め、1967年から東京都議会議員に転じて3期務めた。 1975年4月に台東区長に当選。1991年4月まで4期16年、務めた。旧東京音楽学校総学堂の老朽化に伴う移築問題が起きた際、愛知県の明治村に建物を移築する計画に対して上野公園敷地内への移築を推進し、台東区内での保存を守ったことで知られる。また、 隅田川花火大会の復活や浅草サンバカーニバルの開催に携わりアイデア区長と呼ばれた。1977年、伝望院前にあった区長者を上野駅前に移転させた際、内山の指示でそれまであったバラックを取り壊し、各自の負担で建物を建てることで周辺の露店を引き続き土地の使用量は不要で営業できるよう図らった。 これが、伝法院通りの商店街、伝法院通り商営会である。1991年に引退。その後は、税理士として活動した。2007年10月、台東区名誉区民に押される。2012年4月10日、死去、去年100。2021年、伝法院通り、商営会の各店舗は、行動上に存在しており、区が立ちのき要求を出した。 ありがとうございます。